皆さんこんにちは、手ぬぐい社長です。今回紹介するのはこちら、オートボックスさんのデジタルインナーミラーの X6 ですね。X6、 こちらを紹介したいと思います。こちらはなんと最新版で、人気のあった X5 をさらに進化させたものとなっております。ですのでとても楽しみですね。他にも動画をアップしてる方もたくさんいると思うんですけど、今のところですね、この X6 を出してる人はね、今のところあんまりいませんでしたね。どういう内容になっているか非常に楽しみでございます。それでは早速開けていきたいと思います。箱はですね、とても綺麗な感じでね、高級感のある仕上がりになっていますね。ラッピングもとっても綺麗でございます。今回こちらはですね、メーカーさんから、なんといただいたということで、久しぶりですね、トラレコね、このような感じになっております。さあ早速一番上からはですね、まず保証書が入っておりますね。12月から18月に延長させていただきます。18ヶ月間ということかな。すごいね、かなり長い期間サポートしていただけるということになっております。おお、すごい。さらに 15% オフクーポンという特典までついていますね。それからこちらが分離型前後同時録画ドライブレコーダーということで、日本語でね、取扱説明書書かれています。昔はね、これね、英語だったんで、日本語で書いてくれてるのはね、非常にありがたいですね。まあ後でね、ゆっくり見ていきたいと思います。はい、こちらが本体でございます。なんか今まで見たドライブレコーダーとはちょっと違いますね。僕が今まで触ってきたやつだと、だいたいここにね、カメラがついてたんですけど、今回はカメラがついてない作りになってますね。それでは中身の付属品を見ていきたいと思います。このような感じになっております。まず、本体と、こちらがリアカメラと、本体をつなぐビデオケーブルですね。6メートルあります。まあ普通の自動車なら十分足りる距離だと思います。これがフロントのカメラですね。大きさは長さが10センチ、横 5.6 センチとなっております。可動域がね、これが大体30度ぐらいあります。で、特徴としては、前回は右ハンドル用のカメラ配置になったんですけど、こういう紐がつくことで、右ハンドル左ハンドルどちらもいけるようになったということですね。リアカメラということで、しっかりと防水されており、外の取り付けも可能になっております。これが、電源ケーブルですね。こういう形はちょっと僕自身は初めて見たんですけど、配線がね、たくさんありますけども、色がちゃんとしてあるので、間違えずに取り付けできるようになっています。リアカメラ車内用の取り付けブラケットですね。ブラケットね、予備のゴムネジと、これがシガー取り付けットに取り付けるシガーチャージャーとなっております。長さが 3.5 メートルですね。ここに USB 挿すとこがあるので、ありがたい作りになっています。はい、中身はこのような感じです。はい、車にやってきました。今取り付けてね、見てみました。ちょうど夕方になります。まあ配線とかはね、まだやってないんですけども、まあ、タッチするとこうやってメニュー表がね、出てきますね。これは音声かな、音。これはカメラの切り替えボタンですね。はい、これが撮ってるデータを再生するところですね。ここが録画ボタン、まだカードはちょっと入ってません。で、ここがカメラモードですね。撮影することができます、カードで。これがロックですね。で、ここがメニューですね。メニューは録画モード、システムモードと2種類ですね。分かりやすい表示になってますね。で、ここが解像度ですね。 1080p か 720p と変更できます。ここは常時録画時間とありますけども、1分3分5分と3種類選ぶことができます。ここは音声録画ですね。次はね、まあ、入ってた方がいいかなとも思います。これは駐車ガイドラインということで、これはバックにした時に出るラインですね。そういうのもオンオフが切り替えができますね。それからアクセサリーモード、駐車監視モードがね、このドライブレコーダーには搭載されているんですけども、別でね、機材を買わないとちょっと使用ができませんので、その際は別のやつをね、ご自身でご購入ください。それからシステムですね。これが操作音のありなしができますね。まあ、今みたいな音が出ちゃうので、まあ、そんなにね、前に触ることないと思うんですけど、オンオフできます。それからここでまた音量調整できます。4種類ですね。それから言語はいろいろありますね。まあ皆さん日本語で大丈夫だと思います。それから LCD パワーセーブとなっております。保護レベルですね。これは G センサーみたいのかな。速度単位は2種類あります。それから GPS の自動設定ですね。これはしてった方がいいような気がします。それからタイムゾーン、時間フォーマット、まあ、24時
時間表示か12時間表示ですね。非常にねドライブレコーダーとしては操作しやすい感じになっております。ミラー型のドラレコの欠点として昼間はねこの映り込みよね、これがね結構気になるんでちょっとそれを見たいと思います。画面はオフになっています。普通のねミラーとしてこういう感じで、ね、後ろもしっかり見えます。タッチをするとモニターに切り替わっていきますね。やっぱ多少はね映り込みがあるんですけど、まあ、昔よりかはだいぶ改善されたのかなと思います。まあ、注意してみれば、見れるのと、ちょっと眩しい時なんかねこの上の方で明るさ調整ができるようになっております。ちょっと日中走ってみました。感想としてはですねやっぱミラー型ドラレコのまあ宿命ではないんですけど、ミラーのね照り返しがねやっぱり走行中ちょっと気になるかもしれないので、普通にねこうやってオフにして、ミラーとしてね使う方がいいかもしれないですね。まあ、こんな感じでねミラーは綺麗に映ります。まあ、夜はねかなり見やすいのでいいと思います。それからこの明るさ調整はねだいたいある程度ね自動でやってくれてるみたいですね。この画面の時にこの時間のところですねタッチしますとこうやって消すこともね可能です。ただいま夜の9時でございます。後ろがねこんだけはっきり見えてますね。あのバックミラーじゃね絶対に見れないような感じになっていますが、それではドライブレコーダーで実際に録画した映像を見ていきたいと思います。これはまず昼間の映像ですね。夕方4時の映像でございます。フロントカメラはね非常に鮮明に映っていて、隣の車のナンバーも見えるくらい綺麗に映っています。ドライブレコーダーとして十分機能を発揮していると思います。リアカメラも非常に綺麗な映像が撮れているので、後ろからの煽り運転なんかにはとっても安心して対応できると思います。音声も入りますのでトラブルがあった時には役立ちそうです。続いて夜の映像になります。こちらは夜なんですけども非常に明るくね映っています。実際はねもうちょっと暗い感じでした。信号の色もしっかり見えるし、隣の車もはっきり見えているのがよくわかります。リアカメラも実際に後ろを覗くよりはるかに明るく見えますので、カメラの性能が高いことがしっかりわかります。本日のドライブレコーダーいかがだったでしょうか。性能はね申し分ない感じで、標準装備でもねいいかと思っております。もし商品が気になった方は概要欄からチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバイ。